こんばんは、チューリップ・プリンセスです。今日も一日お疲れ様でした。チューリップ・ラジオ夜の部を始めたいと思います。はい、えー、皆様もう見ていただけましたでしょうか。今日は王子がお仕事から帰ってきて、頑張って動画編集をしてくれて、えー、先日の結婚お祝い、結婚記念日の ライブで2人で歌った「空も飛べるはず」の編集をしてくれました。なんかね、結構ね、いい感じの仕上がりになってて、なんかにやけちゃいましたね。なんか見ててもちょっと恥ずかしいっていうか、照れくさいっていうか、ちょっとね、体温が一度上がる感じでした。<laughs> ね、なんか自分たちなんだけど、 なんかニヤニヤヤししちゃいました、ね、もしまだなかったがいたらちらっと見てください。あと今日は私はね銀座に行ってむじ無じダイナーでランチしてそれからカラオケに行ってあとおあそうだねお母さん と昔行ってたノアカフェでお茶してワッフル食べて帰ってきました成城石井でバナナとなんかいいちょっといいバナナとなんか高,野高野豆腐とお豆の煮たものを買って帰ってきましたそんな一日でした ねなんかいろいろ今日も歌いましたね。今日はね、キラーチューンと、ダイヤ、ダイヤモンドも歌ったんだけど、まだあげれてませんね。あと、鬼退治と、森高の鬼退治と、あとね、これも明日になっちゃうかな。松田聖子の、ハート、ハートのイヤリングと、渚のバルコニーと、 あと森高の大冒険と。そんな感じかなうん。今、今あげてるのが、キラーチューンと、鬼退治と、あ、ブルーティアーズ。ジュディマリのブルーティアーズも歌いましたね。今多分4曲ぐらいかな。ブルーティアーズと、鬼退治と、キラーチューンと、 あともう1曲なだったかな多分ね4曲ぐらいあげてるので聞いてくださいねそんな感じの一日でした朝起きて一応ラジオ体操やるんですね ラジオ体操だけは一応やってて、ラジオ体操やって、朝ごはんを作って、食べて、着替えて、お出かけして、カラオケに行って、あ適当にランチして、ランチとかお茶とかして、うん、それで帰ってくるっていう感じですね、今は。うん、そんな一日です。 明日はね、またどうしようかな。明日は木曜日ですよね。あ、明日木曜日。ん木曜日か。あ、あなたがしてくれなくてもが最終回だ。楽しみ。金曜日は稲森済みのですね。<laughs> ドラマはね、木金しか今、ちゃんと見てないかな。あなたがしてくれなくてもと、夫婦が壊れる時を、時と。 この2つしか見てないかな今こうちゃんとしっかり見てるのはね。ね今日ね夫婦が壊れるときを見て面白かったですね。なんかだんだんこう白熱して加熱してきて、なんかどんどんね、面白くなってきましたね。あとね、ねあ,あなたがしてくれなくても最後どうなるのかなーって。誰が、ど、誰がくっつくのか、別れちゃうのか。ねえ、この間、 なんか最後えって感じでしたよねなんかせっかくね離婚が成立してやっとお互いフリーになったのに付き合わないんかーいって思いましたけどねうんまあそんなね簡単なものじゃないのかもしれないけどせっかく状況が整って二人好きだったはずなのにえー、なんで断っちゃうのって ちちょっっと思っちゃいましたねなんかかわいまあよくないけどねあの不倫はダメだけどまあでも,もうせっかくなんか離婚が成立して綺麗な状態で付き合えるようになってからのお願いしますだったのに振られちゃってあの男の人がねなんかすごいかわいそうでしたねうーん明日どうなるのかな楽しみだな そんな感じで明日はなんかまたねできればコーディネートとか撮ったりしたいと思います。それじゃあまたに、ね、おやすみ。チューリップリンセスでした。